こんにちは、ハイジーです。今日はある新メニューを食べに、みんな大好き丸亀製麺さんにやってまいりました。その新メニューとはこちら、旨辛肉付けうどん、熱い、辛い、うまいというキャッチフレーズからもわかるように、暑い時期にぴったりのメニューのご様子。現物はこちらでございますが、見た目からしてテンションが上がる佇まい。刻み海苔を頂点としたうどんの山を、甘辛いであろうお肉がぐるっと囲んだこのビジュアルに、早くも打ちのめされそうだ。つけだれの中では温泉卵さんがラー油のオーラをまとってぷかぷか浮かんでいます。これは見てるだけでにやけてきちゃう。今回はトッピングに舞茸の天ぷら130円をチョイスしました。大きさにびっくりして思わず取っちゃったパターンですね。見てください、この大きさ。ほら、持ち上げようとしたら串がしなるから、しなるくらい大きいやつだから。いただきます。というわけで、たっぷりのごまの下からおうどんをすくい上げまして、なかなか途切れないおうどんの長さにちょっとびっくりしつつ、まずはあえて温泉卵を割っていないつけだれの中に沈めまして、持ち上げてすすり込むと、これがびっくり、口に入れてすぐに美味しいタイプのやつでございます。口当たりの甘いタレの中でごま油が躍動しているイメージ。思わず温泉卵を割る前にもう一すすりいっちゃうくらいの美味しさ。それではいよいよ温泉卵を割りまして、色合いが明るくなったつけだれの色にニヤニヤしつつ、今度はお肉ごとおうどんを持ち上げてつけだれに沈めましたら、あらびっくり、タレをまとったお肉の美味しそうなこと。すき焼きのような甘い味付けのお肉だけあって、当然卵との相性も抜群。まっさらだったあのおうどんちゃんが一瞬にして激しいメイクをして登場したみたいな、とにかく味は濃いめで大胆。それじゃあ今度はこの美味しいお肉だけを持ち上げさせていただきまして、タレにつけさせていただきまして、これだけで食べたらどうなるのかって話なんですけれども、これもやっぱり美味しいんですけども、濃い足す濃いになっちゃうから、やっぱりおうどんっていうまとめ役が必要。やっぱみんな揃って一つのクラスだね。ほら、みんなを仲良くまとめて持ち上げてすすり込んだら、はい、美味しい、これで完成です。そんで興奮しすぎて忘れてたけど、舞茸の天ぷらだよね。ゲストを呼び込まないまま終わりを迎えそうになるさんまさんの番組見たくなっちゃってたけども、まずはお塩でいただきましょう。これは舞茸の香りを存分に楽しめる素敵なメニューですね。この舞茸さんをここにつけたらどうなるのかって話なんですけれども、食べてみるとあらびっくり、ちゃんと調和してくれてる。個性の強いタレが舞茸さんにちゃんと気を使ってくれてる。ひな壇の中で全然喋んないゲストにもちゃんと話を振りつつ、みんなと絡ませてあげる司会者みたい。あとはスルスルモリモリ食べていきまして、ごちそうさまでした。というわけでペロリと平らげちゃいましたけども、問題はこのタレだよね。全部と調和して美味しいとか散々言ってましたが、これだけで飲み干したくなっちゃいますよね。でもこれさすがにしょっぱいから良くないよね。これを我慢すんのは辛いというか辛い。